らっしゃい、すみません、今年の夏はいろんなことありましたけどね。そう、いろんな時期がありました、本当に。パンダ死んだり、ライオンが、トラが撃たれたりね。そう、逃げちゃってる。トラなんかやっぱりね、飼うときはちゃんと鍵かけなきゃダメですよ。これは本当ですよ。もううちなんかやっぱり猛獣飼ってますけどね、うん、もう檻なんか40にしあってね、なるほど、鍵なんか10個ぐらいついてるんですよ。だからうちのおばあちゃん逃げたことありませんよ。待てよ、檻なんかおばあちゃんいるところもん。いや、秋になりましてね、これからだん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 寒くなったり暑くなったりしますから、陽気が変わります、コロコロと。特に今日来たらおじいちゃんとかおばあちゃん体気をつけないよ。気をつけてくださいよ。急にぽっくりなんてありますよ。やめろって。来年は日本の法律が変わりましてね、80条は死刑になりますからね。誰が言うの、勝手に喋ろ。でもこんなこと言ったって私はおじいさんには親切ですから。本当に親切してんのか。親切は本当は親切ですよ、うん、この間なんかおばあちゃんに道聞かれましてね、うん、銀座で親切、近道よ、近道、近道で、おばあさん喜んで高速道路テクテク歩いてきました。ダメだって。車じゃ鼻が死んでたらどうすんだろう。いや、しかしやっぱり今交通事故ってのは多いですから ね車が多いですから。もう去年と今年で交通事故倍ぐらい違いますよ。怖いですよ。だから交通標語をよく覚えてください。いろんな標語ありますよ。注意1秒怪我1秒ね、車に飛び込め元気な子とかすごい。やるかしら。いや、そんな交通標語あるんだよ。うるせえな。それから赤信号みんなで渡れば怖くないとかね。怖いよ、怖いよ。お前もなんだよ、お前はないよ、そんな。それから気にするのはどうせばあさん先はないとか。やめろ。お前そうやってダコのことばっかり言ってたもん。だからばあさんがタンポン買って見栄を張りといろいろあります。関係ねえだろ、そんなの。いいんだ、交通標語なんだ、うるせえな、お前は。交通標語もなんでもないじゃないか。お前なんか山形で交通標語なんかねえじゃねえか。山形で交通標語あるんですよ。だから山形県出身の前でね。山形の。こいつなんか東京出てきて初めて人を見たんですよ。ちょっと待てよ。お父さん去年まで人食い人種だったの。人食い人種だろ。飛行機飛んでるとみんな出てきて拝んでるのか。拝まないよ。どんな飛行機でも B29 なんて言ったよ。1分で。おじいちゃんは偉い人ですよね。おじいちゃんは大変です。おじいちゃんは山形で有名な人。そうそうそう。山形県で最初に立って歩いた人ですから。直立人事だ。ちょっと原始時代か、俺。お前んとこなんか交通標語あるわけねえじゃねえか。うちの田舎だってちゃんと標語あるんですよ。あれ見たことある。慌てるな、昔はみんな歩いてたとかね。何？飛び出すな、牛は急に止まれないで。みんな飛び出すな。何してんだ、俺。でも最近寄席の方もね、女の人のファンが増えましたね。嬉しいです、やっぱり。大体女の人ってお笑いの好きな人大体頭いいですから、ね、頭がいいですよ。その代わり顔がまずいって何か。いや、だから中には嫌いな人ね。あのお母さんなんか水谷八重子さんみたいですよ。あ、そういえば似てますもん。八重子さんはちょっと太らして ね目細くして花火ちゃんして出っ張って浮くんですよ。めちゃくちゃ言うらしい。いや、女の人は顔は関係ありません。顔関係ありません。こいつんちの姉さんなんか波のブスじゃないですよ。何あんまりブスだって政府から補助金もらってくらいですよ。政府でお金を出すわけにしてるよ。うるせえな、お前。